画像生成 AI に画像を発注した結果、足利義満、本とか。西暦1358年、京都柏東の当院で生まれる、本とか。西暦1368年、10歳で室町幕府三大将軍となる、本とか。足利義満ってこんなんだったかな。こんな人一休さんにできたかな。でも AI が出してきたからいいのか、本とか。西暦1392年、34歳で南国朝を統一する、本とか。西暦1394年、36歳で息子義持に将軍を譲り、太政大臣となり翌年出家する、本とか。足利義満って男だったような気が。でも AI が出してきた画像だもん、気のせいか、本とか。西暦1397年、39歳で金閣寺を建てる、本とか。そして西暦1408年、病気説、暗殺説と死因は不明もこのようであります、本とか。足利義満50歳、没。